海と日本。ここは宇城市にある永納剣神社。1300年以上の歴史があり、海の神様が大きな栄に乗って現れたのが始まりと言われています。毎年旧暦の8月1日、境内から海を望むと沖合に光の列が現れます。日本書紀にも記されている神秘の日、知らぬいです。宮司の丸目さんは今なお語り継がれる知らぬい伝説について。知らぬいは景行天皇がですね、まあ、旅の巡行でこう来られた時に、真っ暗闇の中、方角が全く分からなくなったと。その時に、この知らぬい現象の知らぬいがですね、火が灯して、それで陸に上がることができた、導いてくれたっていうことになります。現在ではイサリビなどが光の異常屈折によって見える蜃気楼現象の一種だと考えられている知らぬい。その神秘的な光景は伝説を伝える祭りとともに多くの人を引きつけています。科学では今いろんなものでこう分かるようにはなってきたんでしょうけれども、だからといってこうすぐ理解できるものでもありませんし、その条件がこう整わないとやはり見ることができないっていう、その不思議さっていうか、そこがやはり皆さん魅力があるんじゃないですかね。歴史とロマンあふれる海の民話です。海と日本。